はい、では、本日は MSC ナストラン2016無心機能についてご紹介いたします。まず、MSC ナストランの位置づけについてご説明いたします。 MSC ナストランは汎用解析ソルバーのデファクトスタンダードとして、特に強度、合成、解離および設計最適化の機能を多くのお客様にご利用いただいてまいりました。これらの機能はより大規模なシステムの解析にも適用できるよう、機能および性能の強化に努めております。さらに近年では複合領域解析および最適化のプラットフォームを目指して、線形解析と非線形解析との統合ソリューションであるソリューション400並びに溶解放出線形解析ソリューションであるソル700の強化に加え、弊社の気候解析ソルバーであるアダムスやオープンフォームのようなオープンソースプログラムを含む CFD ソルバー、またさらには近年 MSC グループに加わりました音響解析のためのアクトラン、材料シミュレーションのためのディジマット、成形や溶接など製品の製造プロセスシミュレーションのためのシンファクトなど、さまざまなソルバーとのインテグレーションによる連携解析機能を強化しております。さらにはそれらのさまざまな解析によって得られた多種多様なアウトプットを複合的に考慮した複合領域最適化機能の強化など、単なる解析ソルバーとしてではなく複合領域解析および最適化のプラットフォームとして進化を続けております。2000年代における MSC ナストランのリリース利益を振り返ってみます。 MSC ナストラン2001のリリース以降、ほぼ毎年バージョンアップを行っており、従来から MSC ナストランの強みでありました同解析機能に加え、ハイパフォーマンスコンピューティング機能、線形解析機能、最適化解析機能、接触解析機能、音響解析機能などさまざまな分野で機能強化を行ってまいりました。近年では昨年第2四半期における MSC ナストラン 2014.1 のリリースに続きまして、今年6月には MSC ナストラン 2016.0 および 2016.1 というバージョンをリリースしております。本日はこの MSC ナストラン 2014.1、2016.0 および 2016.1 というバージョンにおきまして、追加されたあるいは強化された機能につきまして、こちらに示しますように、HPC 機能の強化、使いやすさの向上、同解析および音響解析、ローターダイナミクス、設計最適化解析、組み込み型疲労解析、溶解放出線形解析、統合線形非線形解析という順で、機能のご紹介をいたします。ハイパフォーマンスコンピューティング環境に関しましては、近年では特にマルチ CPU、マルチコア構成による環境が一般化しております。で、こういったコンピューター環境の向上に伴い、お客様が利用される解析モデルの詳細化によって、計算コストが非常にアップしております。で、そういった課題に対応するために、特に MSC ナストラ 2014.1、2016.0 におきましては、以下のような主要な機能を強化しております。まず一つは線形非線形解析の正解析で利用できるマトリックスソルバーといたしまして、反復ソルバーであるキャシー反復ソルバーの SMP 並列化、それからインテルマスカーネルライブラリに搭載されておりますパラディス直接ソルバーに対応いたしております。さらには従来から利用可能であった ACMS 解析ソルバーに関しましても新しい手法を導入しております。さらにはソリューション400における非線形要素マトリックス生成処理を高速化しております。で、これらの HPC 機能に関する高速化に関しましては、いずれも主にマルチコア CPU を搭載したコンピューターでより並列化効率を得られるよう、 SMP 並列による高速化に主に着眼して開発を進めております。まず、インテルマスカーネルパラディスト直接ソルバーは、対象、非対象、実数、複素数といったマトリックスの種類を問わず適用可能なスパース直接ソルバーで、パラディソ、すなわちパラレルダイレクトソルバーの名の通り、並列スケーラビリティが非常に良いソルバーです。MSC ナストランでは、バージョン 2014.0 において、まずソル400で導入し、MSC ナストラン 2016.0 において、ソル101、107、108、111およびソル200、すなわち線形性解析、直接法の複素固有値解析、
直接およびモーダル法の周波数応答解析および設計最適化解析でも利用可能となりました。このパラディストソルバーを利用することによって従来のスパース直接ソルバーと比較して計算速度が大幅に向上する結果が得られています。ただしメモリ使用量に関しましては従来よりも増加する傾向がございます。これは一つは従来の MHC ナストランの標準のソルバーがより少ないメモリでも効率的に計算を実行できることを目標として設計されていることが理由の一つになっております。でこの新しいインテルマスカーネルライブラリーのパラディストソルバーを実行する場合はスパースソルバーエグゼクティブコントロールボンドというものを利用いたします。実際の適用例をいくつかご紹介いたします。こちらはエンジンブロックモデルの線形性解析に対する適用例です。画面下にありますグラフの左側の黒い棒グラフが従来の直接層ソルバー、右側の赤い棒グラフがパラディスト直接ソルバーを使用した場合の計算時間を表しておりまして、従来の直接層ソルバーで並列なしの場合を1として正規化した計算時間を示しております。左から順に SNP 並列数が1から8の場合の結果を示しておりますが、まず一番左の並列処理を行わない場合であっても、従来の直接ソルバーと比較してパラディストソルバーの方が2割から3割程度速いことが分かります。またその差は SNP 並列数が大きくなるほど広がり、一番右の8並列の場合では従来の直接ソルバーと比較してパラディストソルバーの方が約2倍速く、非常に並列化効率が向上しているということが分かります。次にこちらは軸対称ローターダイナミクスモデルの直接法による複素固有値解析に対する適用例です。直接法による複素固有値解析のように合成マトリックスが非対称かつ複素形式となる問題の球界においては、従来のソルバー黒い棒グラフにおいてはほとんど並列化効率が得られていないことが分かりますが、一方パラディストソルバーではまず並列化の有無にもかかわらず従来のソルバーよりも非常に高速であるという結果が得られておりますし、さらにある程度の並列効果も得られていることが分かります。次にこちらはシェルモデルの直接法による周波数応答解析に対する適用例です。直接法の周波数応答解析の場合も合成マトリックスが複素合成マトリックスになりますけれども、そういった問題においても非常に高速かつ並列効率がよく球界を行うことができているということが分かります。パラディストソルバーで SNP 並列2並列の場合で見てみますと、すでに従来のソルバーの8並列と同等、パラディストソルバーの SNP 4並列の場合は従来のソルバーの16並列よりもさらに速いという結果が得られています。次に新しい ACMS 固有値解析ソルバー英語をご紹介いたします。ACMS、すなわちオートメーテッドコンポーネントモードシンセス、自動部分モード合成法は、領域分割と部分モード合成法を組み合わせた高速な固有値計算手法です。従来の ACMS では、部分構造への領域分割は、こちらの図、右側の図にありますように、均等な階層に分割されており、また並列処理を行う場合には、DMP 機能の利用を前提としておりました。新しい ACMS の特徴は、この階層をモデルに応じて動的に分割することで、より効率的な分割が可能になったということと、DMP 並列ではなく SNP 並列を採用することによって、マルチコア CPU を搭載したハードウェアを利用することによって、より効率的に並列処理を行うことができるようになったということです。従来 ACMS 機能を利用する場合には、ドメインソルバーエグゼクティブコントロール群を使用して、ACMS の実行を指定するとともに EIGRL バルクデータ入力上で上限周波数のみを設定しておりましたけれども、この新しい ACMS を実行する場合にはこのドメインソルバーエグゼクティブコントロール群の中でさらに最後に括弧してバージョンイコールニューというふうに追加でオプションを指定することで利用いただくことが可能です。このバージョンイコールニューを追加で指定されない場合には従来通りの ACMS 機能が実行されます。この新しい ACMS 固有値解析ソルバーの適用例を見てみます。
こちらは自動車のパワートレインモデルの実固有値解析への適用例です。左側のグレーの棒グラフが従来の ACMS、右側の新しい棒グラフが新しい ACMS を使用した場合の計算時間を表しており、従来の ACMS で並列なしの場合を1として正規化した計算時間を示しています。左から順に並列処理なし、SNP2 並列、SNP4 並列、それから DNP2 並列と SNP4 並列の併用した場合、さらに DNP4 並列と SNP4 並列を併用した場合の結果を表しています。新しい ACMS は従来の ACMS に対して、特に SNP 並列を行った場合の並列効果が優れているということがわかります。例えば、新しい ACMS で SNP 機能のみを用いて、4並列で計算を行った際の計算時間は、従来の ACMS で DNP 機能で4並列かつ SNP 機能で4並列の計算を行った場合と同等の速度で計算を行うことができているということがわかります。こちらは自動車のボディの内部音響解析への適用例です。先ほどと同じく左側のグレーの棒グラフが従来の ACMS、右側の赤い棒グラフが赤い新しいACMS を使用した場合の計算時間を表しております。この場合もやはり新しい ACMS は従来の ACMS に対して特に SNP 並列を行った場合の並列化効率が優れていることがわかります。このモデルにおいては新しい ACMS で SNP 機能のみを用いて2並列で計算を行った際の計算時間が従来の ACMS で DNP 機能で4並列かつ SNP 機能で4並列の計算を行った場合と同等であるということがわかります。次に SOL400 における線形要素の要素マトリックスの生成処理の高速化についてご説明いたします。SOL400 に実装されたアドバンスト非線形要素の要素マトリックスの生成には NLEMG と呼ばれる DMAP モジュールが使用されます。この処理には多くの時間が必要となりますが、従来は DNP 機能を利用することによって高速化を行うことが可能でした。ただし単一のノード上でこの DNP 処理を行うと IO すなわちディスクの読み書きが多数発生することによって並列スケーラビリティがあまり得られないという課題がありました。MAC ナストラ2016では、この非線形要素マトリックスの生成に OpenMP を利用した SNP 並列機能を実装することによって、この NLEMG モジュールの並列スケーラビリティを向上することによって、処理の高速化を実現しております。画面下側にあります具体例といたしましては、自由度数390万のお客様からご提供いただいたモデルを用いた非線形の正解析において、それぞれ8並列、16並列を行った場合について見てみますと、画面左下が、要素マトリックスの生成に要する処理時間だけを比較したものですけれども、8並列、16並列を行った場合には、従来の2倍程度の速度で処理を行うことができていることが分かります。その次に使いやすさの向上ということで、MAC ナストラ2016では HDF5 という形式の新しい結果データベースに対応いたしました。HDF5 自体は MAC が独自に開発したものではなく、大量で複雑なデータを効率よく扱うために開発されたオープンなデータベースの規格です。この Windows や Linux などのプラットフォームに依存せず、また多くのプログラミング言語によって読み書きを行う API が提供されています。MAC ナストランではこの HDF5 を利用した結果データベースに対応し、バージョン2016では正解析、固有値解析、加藤等解析、周波数応答解析など、さまざまな解析の入出力に対応しております。この HDF5 データベースの採用によって、弊社あるいはサードパーティーから提供されている既存のポスト処理ツールのみではなく、オープンソースの可視化ツールですとか、今後利用されるより新しいソフトウェア、またお客様ご自身が開発されるプログラムなどによって、MAC ナストラの結果の処理を非常に効率よく行うことができるようになることが期待されます。この HDF5 というデータベースの開発は、HDF グループという組織で行われておりますけれども、
その HDF グループという組織から HDF ビューと呼ばれるビューアーが無償で提供されております。このビューアーを利用しますと、例えばこの HDF5 形式のファイルを開きますと、こういった形で、まあ、接点ですとか要素、それから荷重、材料データ、それから応力ですとか変異などの結果も含めて、解析に使用したデータがすべてこういった表形式で、なっておりますので、それを、まあ、フリーのツールを使って、手早く確認することができるようになっております。次に F06 リーダーユーティリティというものをご紹介いたします。MSC ナストラのインストールディレクトリの中には、MSC ナストラの使い勝手を向上してくれるさまざまなユーティリティツールが提供されています。MSC ナストラ2016では、テキスト形式の出力ファイル、F06、F04、ログファイルなどを読み込んで、HTML ですとか JSON、それからテキスト形式のレポートファイルを出力するユーティリティツールである F06 リーダーというツールが導入されました。この F06 リーダーによって出力されたレポートファイルには、モデルの概要ですとか、計算に使用したリソース情報、フェーダルメッセージ、ワーニングメッセージなどの出力メッセージのまとめと、何かしらエラーが発生した際には、その対処方法を記載した弊社のナレッジポータルサイト、チームコンパニオンの技術記事へのリンク、それからクリックリファレンスガイドのリンクですとか、まあ、視点系計算の場合には収束状況などを表す XY プロットなどのような結果データが自動で生成されるツールになっております。こちらのツールの詳細に関しましては、ちょうど1週間後、来週の同じ時間に、まあ、7月20日水曜日の2時から3時の間に、MSC ナストラの F06 リーダーユーティリティーズガイドのご紹介と題して、ウェブセミナーを開催いたしますので、ご興味がございましたら、ぜひそちらにもご参加いただければと思います。次に動解析及び音響解析に関する、新機能の紹介をいたします。まず MSC ナストラの動解析機能では、従来から透過放射パワーということで、まあ、複雑かつ計算コストの高い、流体構造連星解析、音響構造連星解析を行うことなく、構造のみの振動解析に基づいて、構造表面の振動による現実的な放射音響パワーを計算する機能がございました。まあ、これはエクイバレントラジエイテッドパワーの略で ERP というふうに表記しておりますけれども、この ERP という値を評価することで、構造の振動部位を特定するための評価に用いることが可能な値になっております。この ERP ですけれども、MSC ナストラ 2014.1 以前のバージョンでは、1次のシェル要素のみ対応しておりましたが、2016バージョンでは対象となる要素タイプが拡張され、2次のシェル要素のほか、ソリッド要素も利用可能になりました。さらに、この ERP のモード寄与率、モーダルパティシペーションファクターが出力可能になったほか、従来のバージョンでは複数の要素で構成される ERP タノレと呼ばれる単位で出力されておりましたけれども、要素ごとに出力することも可能になりました。さらにこの機能に関しましても、 SNP 環境で利用することによって、まあ、SAP による並列処理をサポートしております。次に MSC ナストラ2016では、動解析で使用できる結果変数として、2つ、表面接点の放線方向速度と、振動インテンシティというものが出力可能となっております。これらはどちらも直接法及びモーダル法の周波数応答解析、ソル108及び111で使用可能です。まず画面左側にございます、表面接点の放線方向速度は、振動総音源を特定するために有効な結果変数。ケースコントロールコマンド NVelocity を使用することによって、構造モデルの表面上の接点がナストラン内部で自動で抽出され、それらの接点における放線方向速度が出力されます。 F06 ファイルの中では、まあ、画面左下にありますように、こういった形でそれぞれの接点に対して放線方向ベクトルの単位ベクトルの成分と、それぞれの接点速度の実部及び距離が出力されます。
次に画面右側にございます振動インテンシティについてご紹介いたします。この振動インテンシティといいますのは、単位時間、単位断面積あたりの振動エネルギーの流れを表す指標です。この値は構造物の振動源と伝達経路を特定し、振動低減の検討に有効な値です。振動インテンシティはケースコントロールコマンド V インテンシティを使用して出力を要求することが可能です。F06 ファイルの中には画面右下にありますように、それぞれの要素番号とそれに対する XYZ それぞれ3成分が出力されます。ポストプロセッサーを使用いたしますと、こういった形で振動エネルギーの流れを可視化することができるような指標になっております。その次にアクロードの拡張ということで、こちらはアクトランとの連携機能の強化ということになります。アクロードバルクデータコマンドといいますのは、アクトランで計算された構造表面の音圧を MSC ナストラの周波数応答解析に過信荷重として取り込む機能です。MSC ナストラ 2014.1 以前のバージョンでは、1つのジョブ、1つの入力ファイルの中では1つの音響荷重のみ考慮可能でしたが、MSC ナストラ2016では、1つのジョブの中で複数の音響荷重を考慮することができるようになりました。この機能拡張によって複数の音響荷重を考慮した解析を単一のジョブで効率よく実行することが可能となっております。次に多孔質断性材 BEM 機能の強化についてご説明いたします。この機能は急遮音効果ですとか減衰をモデル化するための機能で、多孔質断性材、すなわちポロエラスティックマテリアルの略で BEM 機能というふうに呼んでおります。この機能は自動車のトリム部品などをモデル化する際によく使用されます。この機能に関しましては、従来のバージョンでは縮体インピーダンスマトリックスに対して線形補完を用いることが可能でしたが、バージョン2016におきましては対数補完も選択可能になっております。またさらに計算パフォーマンスに関しましても継続的に改良を続けておりまして、従来のバージョンよりも早く計算することが可能になっております。その次に周波数依存の材料特性減衰についてご紹介いたします。こちらは MSC ナストラ 2016.1 というバージョンで追加された機能になります。MSC ナストラン 2016.1 というバージョンにつきましては、MSC ナストラン 2016.0 というバージョンに対して、この周波数依存材料の機能のみを追加したバージョンになっております。それ以外の機能に関しては、MSC ナストラン 2016.0 と全く同等のバージョンとなっています。この MSC ナストラン 2016.1 で導入されました、この周波数依存の材料特性は、お客様に直接ナストランの入力データを編集していただくことでも利用可能なんですが、この MSC ナストラ 2016.1 と同時にリリースされました弊社の材料モデリングソリューションであります DigiMAT 2016.1 をご利用いただくことで、より効率的にデータの作成が可能な機能になっております。具体的な適用量を見てみますと、こちらのスライドに出ておりますのが、こちらは入力データが例題としても提供されているモデルになりますけれども、例えばこちらの図にありますような自動車のルーフについて材料特性が空間に依存する、すなわち部材内で位置によって変化するということと、過信周波数に対して依存性があるということに考慮して周波数応答解析を行っています。こちらのグラフには6本のグラフが描かれておりますけれども、実線はモーダル周波数応答解析、点線は直接応答解析による結果を直接周波数応答解析による結果を示しています。実線と点線はよく一致しておりますので、まずこの時点でモーダルポート直接法で一致する解が得られるということが分かります。さらにこの実線で描かれた3本のグラフ色分けですけれども、まず水色の線で描かれたグラフは空間にも周波数にも依存しない、つまり従来よく利用されてきました材料特性がある程度の範囲で均一であって周波数にも依存しない材料を使用した場合の結果になると。さらにそのモデルをベースとして材料特性を位置によっては変化させないままで周波数によって依存させるようにしてみます。
そうすると、こちらの赤いグラフのような結果が得られまして、周波数に依存しない場合には見られなかったピークが出てきているということが分かります。それに加えて、さらにデジマットを利用することによって、製造条件も考慮して、位置によってもばらつきがあるような形で、外流物性を考慮してみますと、さらに緑色のグラフのようになりまして、そのピークが現れる位置も変わってくるという結果が得られています。こちらの機能を利用される際は、先ほど直接お客様にバルクデータを編集いただくことでも利用可能ですというふうに申し上げましたけれども、まず一つはバルクデータセクションの中で、パラメータ、パラム、DFRQ、DAP、ES というものを指定いたします。でさらに過信周波数に関しましては、フレック、フレック1、フレック2というバルクデータ入力のうちいずれかを用いて指定します。でそして、2番で指定した過信周波数の数、例えば過信周波数の、ライン数を N フレックとしますと、その数の分だけ、Begin AUX モデルというバルクデータを追加しまして、その Begin バルクデータ AUX モデルの中で、それぞれの過信周波数に対する材料特性を指定します。こうすることによってそれぞれの過信周波数ごとに異なる材料物性を考慮することができるという機能になっております。その次にロータイダイナミクス機能の機能強化についてご紹介いたします。MC ナストラン2016ではローターダイナミクス機能が大幅に機能強化されております。ローターダイナミクス機能は NASA とボーイングの出資、それからボーイングと GE、スネクマ、ロールスロイスと P&W の要求資料をもとに開発した機能です。この機能ではタービンやジェットエンジン、コンプレッサーなど回転部品特有のジャイロ効果を考慮したフレーム回り振動や危険速度等の動的特性を予測する標準化された手法を提供しております。現在、タービン、ジェットエンジン、航空機、ターボマシンメーカーなど、幅広いお客様にご利用いただいております。この機能はお客様のニーズに応えるため、過去10年にわたって継続的に機能強化を行ってまいりました。その中でも今回リリースされた MC ナストラン2016におきましては、3D ローターダイナミックス機能ということで、3次元の断性体ローターに対応いたしました。従来のバージョンでは、この MH ナストのローターダイナミクス機能は軸対称形状にのみ対応しておりましたが、この 3D ローターダイナミクス機能を用いることによって、針要素やシェル要素、ソリッド要素によってモデル化された軸対称ではない完全な3次元形状を対象として解析を行うことが可能になりました。また、従来利用可能だった固定座標形に加えて、回転座標形を用いた解析にも対応しております。でこちらの機能は、ソル101、107、108、109、129およびソル400で利用可能になっております。こちらの機能を用いることによって、例えば従来は、こういった左上にありますようなこういった3次元形状をしているモデルはそのまま用いることができずに、上から2段目にありますような軸対称要素を用いてモデル化したりですとか、1次元のバー要素に縮対するなどしてモデル化する必要がありました。で今回の 3D ローターダイナミクス機能を用いることで、こういった3次元のモデルをそのまま用いて、3次元形状での曲げモードですとか、ねじりモードなども考慮することができるようになっております。こちらもさらに3次元ローターダイナミクス機能を用いてモデル化した例になっております。この3次元ローターダイナミクス機能に関しましては、これは2週間後ですね、7月27日水曜日のこれも2時から3時の時間帯に、MC ナストラ2016ローターダイナミクス新機能を活用したソリューションのご紹介ということで、詳細にご紹介いたしますので、この機能にご興味のあるお客様はぜひこちらにご参加いただければと思います。
次に設計最適化解析機能についてご紹介いたします。MSC ナストラのソリ200は複合領域最適化を行うソリューションであり、航空、自動車を中心とするさまざまな分野において、軽量化設計や性能改善に使われてまいりました。この機能につきましても継続的に機能強化を行っており、2014.1 では材料と要素特性の ID によって指定される部分構造ごとの重量を応答として計算する機能が追加されました。それを制約条件や目的関数として使用することで、材料のコストを考慮した最適化の実施が可能になっております。MSC ナストラ 2016.0 におきましては、さらにグローバル最適化という機能と、従来からやりましたマルチモデル最適化の機能が強化されております。まずグローバル最適化機能ですけれども、従来の設計最適化解析機能の課題といたしまして、複数の極小値、極大値がある問題では、初期値に近い極小値、あるいは極大値を最適解としてしまって、真の最適解を見つけられない場合がある、すなわちローカル最適解にとどまってしまうという課題がございました。例えばこちらの右上の図でご説明いたしますと、この黄緑色の曲線の最小値を求めたい場合、従来の最適化では、この黄色い丸印のあるこの位置から、この位置を初期条件といたしますと、最初の極小値がある、この位置で、もうすでに最小値が得られたというふうに、極小的な最適解に陥ってしまう場合があり、本来のですね、実際の一番最小の値である、こちらの赤丸の位置を求められないといったような課題がある場合がありました。もう少し立体的に見てみますと、例えばこういった3次元の山のある位置を初期値として、そこから一番低い位置を探すという問題を解いてみますと、それぞれこの青い丸の位置が初期値といたしますと、それぞれどこから開始するかによって一番低い位置というのはこの黄色い位置がそれぞれ求まってしまいます。しかし実際求めたい空間がこちらの図に出ているこの空間全体だとすると、その中で一番求めたい一番低い位置というのはこの黄緑色の丸の位置が本来の一番求めたい位置になる場合があります。ただし従来のローカル最適化ですと、それぞれ初期値によって一番最適な位置が得られないという課題がありました。でこれに関しては数学的に言いますと、全ての可能性を試さない限り、すなわちこの広い空間内で全ての可能性について試してみまいと、一番グローバル全体的な最適化問題が解けないという課題がありましたけれども、実際にそこまで計算するのは現実的には不可能であるという課題がありました。そこで MSC ナストラのグローバル最適化機能では、実験計画法とヒューリスティック技術を利用して、現実的なグローバル最適化を効率的に求めるという機能を導入しております。こちらの機能に関しましては、すでに先日ご紹介いたしました MSC ナストラ2016新機能、グローバル設計最適化解析機能のご紹介というウェビナーでご紹介しておりますので、弊社と直接保守契約のあるお客様は、弊社のナレッジポータルサイトである SIM コンパニオンにログインいただきまして、このマルチメディアアーカイブの WM332 という ID で検索していただくと、そのウェブセミナーの資料の PDF ファイルをダウンロードしていただくことが可能です。また当日のプレゼンテーションをレコーディングした様子を YouTube でもご紹介しておりますので、そちらもご覧いただければと思います。次にマルチモデル最適化機能の強化についてご紹介いたします。 MSC ナストラのマルチモデル最適化機能はジョブとしては一つのジョブである一方で、複数の解析モデルに対して同時に条件を満たす最適化を行う機能です。強度、剛性、振動など評価項目の異なる解析をそれぞれの解析に適した異なる複数のモデル、すなわちマルチモデルで実行します。この時、設計変数、目的関数、制約条件はそれぞれのモデルで設定します。
さらにそれぞれのモデルに対して設定された目的関数の線形は、マルチモデル最適化の目的関数とすることで、複合領域の最適化を単一のジョブとして実現する機能になっております。MEC ナストラ2016におきましては、これまでは同時に扱うモデルは5つまでという制限がございましたけれども、その対象モデル数を、の制限を撤廃しております。またさらには、IH モードをサポートすることによって、利用可能なメモリーが実質的に無制限になっておりますので、より大規模なモデルに対しても適用が可能となっております。でこちらの機能に関しましても、内容を詳細にご紹介したウェブセミナーがございますので、こちらのマルチモデル最適化解析の概要と使用方法のご紹介というウェブセミナーを検索してご覧いただければと思います。次に MEC ナストランの組み込み型疲労解析機能についてご紹介いたします。MEC ナストランの組み込み型疲労解析機能は、ナストランエンベデッドファティーグの略で NEF というふうにも呼んでおります。この機能は有限要素解析ソルバーである MEC ナストラに対して疲労解析ソルバーの機能を統合した機能です。従来有限要素法を用いて疲労解析を行う場合、まず大量の有限要素解析の結果を用意しておき、それを疲労解析ソフトに取り込んで処理をされることが一般的だったかと思います。本機能では MEC ナストラによる有限要素解析と疲労評価を一気通貫で行うことができるため、大量のデータの転送や管理を行う必要はなく、効率的に疲労評価を行うことが可能です。先ほどご紹介した最適化機能をソリに役と組み合わせてご利用いただくことで、疲労耐久性を考慮した最適化を行うことも可能です。こちらの機能の概要に関しましてもすでにウェブセミナーでご紹介しておりますので、概要に関しましては、こちらのウェブセミナー、MEC ナストラン組み込み型疲労解析ソリューションのご紹介ということで、検索してご覧いただければと思います。でこの機能に関する MEC ナストラン2016における機能強化のポイントといたしましては、まず従来は本機能における疲労評価は、要素接点応力、すなわち要素積分点によって計算された応力を各要素の構成設定に対して外装された応力、これを要素接点応力と表記しておりますけれども、それを用いる場合、もしくは要素中心位置における応力をベースに行っておりました。 MEC ナストラ2016では接点平均応力、すなわち先ほどご説明した要素接点応力を接点位置で平均化した応力を用いることが可能になりました。この接点平均応力は通常ポストプロセッサーを用いて応力分布を可視化される際と同じプロセスで得られた値になりますので、既存の応力評価プロセスと統一した手法を用いて疲労評価を行うことが可能になったといえます。さらに表面分解応力を使用することも可能になりました。これは従来ソリッドモデルの要素表面における応力値を評価される場合に、ソリッド要素の表面に薄いシェル要素あるいは膜要素を貼っておいて、その応力値を評価するという手法が用いられてきました。この新しい機能ではそれに相当する相当する処理が MEC ナストラの内部で自動で行われ、ソリッドモデルの要素表面における応力が自動で得られる機能になっております。ですので、特に多軸疲労解析を行う際に必要なデータ準備に要する工数を大幅に低減することが可能になりました。次に、溶解放射線形解析の機能について強化ポイントをご紹介いたします。MEC ナストラ2016においては、溶解放射線形解析機能である SOL700 の機能強化も行っております。具体的には、材料モデルの追加ということで、統合クリープモデル、熱断粘素性クリープモデル、RHT モデルといった材料モデルを追加しております。またさらには、ミューグリューンアイゼン状態方程式の追加、ソリッド要素から SPH 粒子へのアダプティブ変換、ソリッド要素内部の補強材のモデル化機能など、これらは主にコンクリート構造物のモデル化に有用な機能の強化が行われております。またさらに動的緩和および物体力に関する機能強化、その他結果ファイルである D3 プロットファイルのファイルサイズの制御、シェル要素のオフセットを考慮した接触、 SPH 要素に対する
解析の定義、ボルトバネに対するプリロードの定義など、さまざまな機能強化を行っております。次に統合線形非線形解析、SOL400 の機能強化についてご説明いたします。SOL400 は MSC ナストラに従来からご利用いただいてまいりました SOL100 番台、すなわち線形の性解析をはじめ固有値解析、周波数応答解析、加藤応答解析などの線形の動解析に加え、弊社の非線形有限予想ソルバーであります MAC から移植した非線形解析の機能を一つのソリューションとして統合したものであります。このソリューション400に関しましては MSC ナストラ2016ではこちらに書いてありますような機能を強化しております。まあ、一番最初に書いております、固有値解析ソルバーとしての ACMS のサポートといいますのは、先にご紹介いたしました新しい ACMS 機能の、機能が、SOL400 でも利用可能になったということであります。それ以外の機能に関しましては、まあ、次のページから順にご説明いたします。まずコネクター要素機能の強化ということで、コネクター要素、すなわち C ウェルド、C ファースト、C シームという、まあ、主に溶接をモデル化する機能ですけれども、まあ、MSC ナストランにはそういったメッシュ分割の異なる部分構造を結合するモデル化の機能がございます。MSC ナストランではこれらの要素の機能が大幅に強化されておりまして、まずこれらの要素は従来のバージョンでは線形解析、非線形解析、あるいは静的解析、動的解析において停止期間が異なったりですとか、結果の出力フォーマットが異なったりするなどの場合がありました。MSC ナストラ2016では、これらを統一した仕様とすることで、使いやすさを改善いたしております。次に、C ウェルド、C ファースト要素の投影アルゴリズム、すなわち、メッシュ分割の異なる部分構造同士を結合する際に、結合する面上の接点位置を投影し、結合位置を決定するためのアルゴリズムが改良されております。またさらに、要素の結合方法ですとか、要素合成の作成について、ユーザーが柔軟にコントロールできるように、機能強化も行われております。さらに、従来のバージョンでは、C ウェルド、C ファースト要素では、結合する要素範囲に対して3要素×3要素という制限がございましたけれども、この制限がなくなっております。またさらに、工事の要する要素との結合もサポートされるようになり、これらの制限がなくなったことによって、より柔軟なモデル化が可能になっております。次に、従来は C ウェルド、C シーム要素では質量が考慮されないという制限事項がございましたけれども、バルクデータ入力の中で、S ウェルドパラム、WMAS1 というものを指定することによって、この質量分布をサポートする機能も追加になっております。さらに、大回転機能の強化ということで、ここでいう大回転といいますのは、幾何学的線形性を議論する際の、大回転ですけれども、この大回転に対応しておりますので、幾何学的線形性を伴う解析において、より使いやすくなりました。まあ、ここでご紹介いたしましたのは、実は、まあ、このコネクタ要素機能に関する機能強化の、ごく一部なんですけれども、その他にも、まあ、適用範囲を拡大するとともに、解析精度を向上させる機能強化が多数行われております。また、さらに多くの機能強化が行われた一方で、上位互換性も保持しておりますので、すでにお使いいただいているお客様には、入力データを変更する必要もなく、また従来の定式化も選択可能ですので、今まで同じようにお使いいただくことも可能です。次に接触機能の改良点をご紹介いたします。MSC ナストランおよびマークの接触機能につきましては、従来からあるノードトゥセグメント、すなわち接点と要素面との間で接触判定を行う方式の接触アルゴリズムに加えて、近年ではセグメントトゥセグメント、すなわち要素の面同士で接触判定および接触による拘束条件の適用を行う方式の接触アルゴリズムの強化を進めております。
MSC ナストラ2016では、MSC ナストラに実装されている接触機能の中でも、特にハリオースの接触機能がこのセグメント2セグメント機能に対応いたしました。この機能強化によりまして、ハリオースの断面をビームライブラリー機能を使用してモデル化した場合に、実際の針の寸法ですとか断面形状が忠実に接触面として現れ、ハリオースの接触問題をより精度よく解くことが可能になっております。この機能を用いることによって、例えば、パイプの中にパイプが入っているような多重パイプの解析ですとか、防電ケーブル等の配線の解析、それから、シェル構造の支持構造や、補強材の解析ということで、例えば 板の上に、T 字鋼ですとか I 型鋼が溶接されているような場合にも、実際のそれぞれのビーム要素とシェル要素の要素分割を合わせなくても、実際のですね、例えば要素のビーム要素の断面をも、ちょっと画面が暗くて見づらいんですが、こちらの左側にありますような、さまざまなビームライブラリを使った任意断面の形状のビームを定義しておくと、実際にその断面形状を考慮した接触解析が行われるという機能拡張が行われております。さらに、こちらは焼き場のモデル化などに使用される接触体の干渉是正機能、インターフェレンスフィット機能というふうに呼ぶ場合がありますけれども、接触を考慮するボディ間の干渉量ですとか、初期隙間、オーバーラップを取り扱う機能が改良され、より使いやすくなっております。例えばこの画面上、上の2つの図のように、円形のチューブを楕円形のチューブにはめ込むような解析をするときに、初期状態では左上の図のように、それぞれのチューブを変形していない無応力の状態でオーバーラップさせた状態で配置して、さらにこの新しく導入された接触解析機能のオプションを追加することによって、ちょうどですね、このチューブがはめ込まれた状態まで自動で複数のタイムステップをかけてオーバーラップを解消してくれるという機能になっております。またさらに下側の図にありますように、初期隙間のある同心パイプの接触解析を行う場合に、内側のパイプと外側のパイプがつら位置の寸法でモデルを作成しておいて、実際のギャップあるいは干渉量は数値パラメータとして入力することで、パイプの寸法を変化させた際の影響を考慮する際などに、モデルの寸法を実際には作り直さずに、数値パラメータを変更するだけで、その影響を考慮することが可能になっております。さらに、アドバンスト非線形要素のスーパーエレメントサポートということで、このアドバンスト非線形要素と呼んでおりますのは、マークに実装されております非線形解析に対応した種々の要素を、MSC ナストランのソリ400に、移植したものになっております。で、ソリ400でスーパーエレメントをご利用いただく場合に、従来のバージョンでは、このアドバンスト非線形要素はスーパーエレメントに含めることができず、従来からあるMSC ナストラの線形要素のみを用いてスーパーエレメントを構成する必要がありました。MSC ナストラ2016ではこの制限が緩和され、アドバンスト非線形要素もスーパーエレメントに含めることができるようになりました。ただし、スーパーエレメントに含まれるアドバンスト非線形要素に関しましては、非線形性を考慮することはできず、あくまでも線形挙動の範囲内においてのみ使用可能であるという制限に関しましては、未だ残ったままになっております。ただ少なくとも従来からある MSC ナストラの要素とマークから移植されたアドバンスト非線形要素を同一のモデル内で制限なく共存させ、線形解析と非線形解析とで同じ入力データが使用可能となるように着実に進化を続けているというふうにお考えいただければと思います。さらにこちらも同じく、マークから移植いたしましたアドバンスト非線形要素に関する機能強化ということで、このアドバンスト非線形要素がリスタート解析機能に対応したという機能強化を行っております。以上、さまざまな機能強化についてご紹介してまいりましたけれども、MSC ナスト 2016.0、2016.1 のリリースに関してまとめますと、HPC 機能の強化によって計算時間を大幅に短縮いたしました。さらにさまざまな動的解析機能の強化と 3D ローターダイナミック機能の導入によって振動音響問題の分析と対策の構築をより効果的に行うことができるようになっております。
さらに最適化機能の強化によってより実用的な最適設計が可能になっております。またさらに統合線形・非線形解析機能ソル400の強化によって高度な解析をより手軽に行うことができるようになっております。ということで、MHC ナストランはさまざまな実用的な解析ソリューションを強化し、複合領域解析と最適化のプラットフォームとして進化し続けてまいりますということで、本日のまとめとさせていただきます。以上、ご清聴ありがとうございました。